つけ麺スーイソッチだ。あべちゃん、はい、はい、今日はこちらの、はい、100% 豚骨不使用の一蘭さんに来ました。一蘭なのに、一蘭豚骨ラーメンなのに、豚骨ラーメンなのに 100% 豚骨を使用してないっていう、この、ね、すごいね。2月にできたんですよね、ここが。最近できたばっかりらしいね。今回の企画はいつもの替え玉じゃなくて、いつもの替え玉じゃなくて、はい、3人が別々の席に座り、はい、替え玉をします。で、まあ自由に出ます、はい、で、出た時点で3人の替え玉の数が一緒だったら企画達成です。おお、なるほど。すごい。じゃあ、ちょっと違いますね。替え玉を合わせろってことね。そうです。回数は。大食いじゃなくて、ちょっと頭脳戦っていうか、一心伝心だね。一心伝心。そっか、愛を試す場所ですね。で、この一覧さ、もう完全に壁があって、ほんと周りの席の状況が全くわからないんだよね。そう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 、うん、だからもうそれぞれ、3人それぞれバラバラの席座るから、もう誰が何杯食べてるかわかんない状態でやります。ラーメンが来ました。こちらのラーメンは豚をほんと一切使わずに、なんか作ってるラーメンらしくて、もちろんお肉も入ってるんですけど、こちらの肉は自分でありかなしかを選べます。はい、作戦つってもな、難しいよな。これはもう3人の意思疎通がどれだけできるかみたいな企画でもあるんで、まずいただきます。普通に豚骨ラーメンみたい。豚骨を一切使ってないらしいんですけど、いただきます。お、え、普通に豚骨ラーメン、なんかすごい不思議。うん、あ、普通になんか一蘭の味ですね。豚骨使ってないんですって、すごい。これで、イッソンが、うん、まあ言ったら俺らの中で一番食べないんですよ。だからイッソンに合わせて、まあ替え玉2、3倍ぐらいかな、目標に食べていこうと思います。多分俺と阿部ちゃんだったら6、4杯とかなんですけど、今回一尊さんに多分合わせた方がいいと思うんで、4杯ぐらいですかね。はい、じゃあ替え玉いきます。替え玉お願いします。はい、どうしようかな、難しいな。まあやっぱ一尊が一番食べれないから、一尊に合わせていくっていうのが多分一番ベストなやり方だと思うんだけど、確か前回、まあ、結構前に一蘭来た時、一尊は替え玉2杯か3杯ぐらいでもうお腹いっぱい見ながら言ってたんだよね。だから 2、3杯かな。はい、替え玉1杯目です。
今1杯したかな、あと3杯すればいいんですかね。だいたい4杯だと思うんで、みんな。まず替え玉一杯目です。おあ、うまいな、やっぱ全然食べれるな。いらっしゃいませを幸せって言うんですって。で、ありがとうございましたを幸せをって言うんですって。すごいですね。もう一杯替え玉行きたいと思います。うん、お邪魔します。前、一寸さん何杯食ってたかな。3杯とかだと思うんですよね。はい、お邪魔2杯目。まだまだ行きたいけど、今回やっぱ替え玉を揃える企画なんで、うん、難しいな。でもはい、替え玉2杯目です。一尊のね、胃袋を考えたら多分もうそろそろ多分お腹いっぱいだと思うんだよね、一尊は。だからここら辺がちょっと迷いどころ。とりあえずいただきます。はい、替え玉3杯目です。3杯か4杯かすごい迷うんですけど、3杯かな。はい、ということで替え玉3杯目です。どうしようかな。まだ全然胃袋は余裕なんだけどな。これでやめたいと思います。おそらく翔ちゃんも一層に合わせてると思うので、外にまだ誰もいないっていう、もしかしたらもっと頑張ってんのかな。怖いな、翔ちゃんも一層もいないから。あー、怖いな。
美味しくてスープも飲んじゃいました。ごちそうさまでした。つけ麺ズ。はい、ということで、はい、皆さんが集合いたしました。はい、ごちそうさまでした。いや、俺はみんなのお二人のことを考えました。俺は一村を一番考えた。あ、俺もそうさん、今回ばかりは二人とも俺のこと考えてくれと思ってて、そう、もう一層考えた。そうそう、まあ、替え玉はいつもこの二人6杯から7杯ぐらいするから、はい、もう二人が俺を合わせてくれたら、はい、この企画は成功するなと思ってて、そうそうそう、合わせました。一層さんになって替え玉しました、俺は。もう一層ならもうお腹いっぱいだろうなっていうの、はい、ありがとう。はい、ってことで、はい、どうする順番に。替え玉の数か。替え玉の数、はい、最初の1杯目はカウントしたよね。替え玉の数、はい、俺からいきます。はい、じゃあ私は、はい、4杯。おお、なるほど。はい、替え玉4杯ね。4杯です。はいはいはい。たべちゃん、私3杯。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。3杯。うわ、4杯ぐらいかなと思ってんけど、はい、普通の一蘭よりも麺の量めっちゃ多いねん。なんか多かったっすね。多かったね。そうそうそう。いや、俺はもうか2か3で迷って3で、俺、うん、限界3杯限界やって、余裕だったけど。でも俺予想的に2人4杯とかいくかなと思ってて、けど俺ちょっとこれ以上食われんわと思って。なるほど、ね、3杯にかけたけど3か4かで迷ったんですよ、うん、本当に。でもいつもだったら前なんか磯野さん4杯くらい食ってたなと思って。あ、そうやな。普通の多分替え玉とかやったら多分4杯、マジか、多かった、めっちゃ多かった。罰ゲームで一番ちょっと遠かった人が、まあ、一応お支払いってことで。ごめんな、翔ちゃん。いや、いいんです。いや、2人とも俺のこと考えてくれてたから。これは申し訳ない。そうそうそう、俺の磯野さんに対する愛が足りなかったんで払います。いやいや、解決します。いや、十分伝わった、十分伝わった。はい、ごちそうさまでした。バイバイ。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひぜひお願いします。お願いします。概要欄の方からTwitter と Instagram の方をフォローお願いします。